皆さんこんばんは。ご紹介いただきましたクロウでございます。バンド演奏に入る前に少し自己紹介を兼ねまして、私の方から何曲か、皆さんの本当にこう、耳に馴染んだような曲もぜひ一緒に歌いながらやってみたいと思っております。その後、うちのバンドのオリジナル曲を中心に少し、今日は楽しく過ごしていただきたいと思っております。で今日は、うさ2001-2001 ロータリークラブのチャリティーコンサートということで、まずもってお招きいただきましたことをお礼申し上げます。本当にありがとうございます。不思議なご縁で、今日は声をかけていただきまして、実は私も中津ロータリークラブに所属をしておりまして、今日は社会奉仕委員会の研修会が実はあってましてですね、こちらの方に参りますのでということで、一応会長の方に了解を取ってですね、お邪魔をさせていただいております。で私たちクロウは、世代的にはそうですね、50代のバンドでありまして、私は52歳になります。で、世代的には先輩方もいらっしゃると思いますけども、この私たちの世代、1960年代後半から70年代ぐらいの曲をちょっとやってみたいと思います。この曲は1975年ですね。昔の荒井由美さんという方がいらっしゃいまして、ところがこの曲は、バンバンというグループが歌って、ヒットしたこういう曲がございましたので、ちょっとやってみたいと思います。いちご白書をもう一度いつか君と見た映画がまた来る。授業を抜け出して二人で出かけた。探しいい場面では涙ぐんでた。素直な横顔が今も恋しい。時もうわかる。
を見るだろうか。一度握手を二人だけのメモリー、どこかでもう一度先ほど話しておりましたが、あのこの世代のフォークソングというのは、よく皆さんのご存知の方も多いみたいで、ちょうど僕らが中学生ぐらいの頃でございまして、深夜放送のオールナイトニッポンとかですね、それからセイヤングとかパックミュージックとか、あの辺のこう深夜放送を真剣に聞き逃さないように聞いてた世代でございまして、あのこういう曲を聴くと、その時代のこう自分の風景というか、まあ中学生、高校生ぐらいの時のこう景色がまた浮かんでくるんですが、よくあの僕らの世代で話すと、ああやっぱ昔良かったね、楽しかったよね、もうあの夜のその 11pm をドキドキしながら見てですね、親に見つからないように上から毛布をかぶってですね、テレビを見てたというですね、光が漏れないように、足音がしたらパスッとですね消すという技をですね、身につけてやっておりましたが、何の話してるんでしょうかね。あ、神田川の話ですね。神田川、そうですね、この曲もあの1973年、昭和48年の曲なんで、まあ、よろしかったらぜひこの世代の、方々もぜひ一緒にですね口ずさんで見てください。一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな石鹸カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。あなたはもう捨てたのかしら。24色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下には神田川は三畳一間の小さな下宿、
あなたは私の指先見つめ、話しかいて聞いたのよ。若かったあの頃、何にも怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。一部アクションをもう一度と神田川と、懐かしい70年代の曲を2曲聴いていただきました。あのバンドのメンバーともそうですが、まあ、個人的にもあのいろんな、お声かけていただいたら、それぞれのバンドのメンバーはいろんなところであの演奏活動をしているのがうち の, あのバンドなんですけれども、実は今度はまたあの12月ですかね、あの山鹿中学校の方で、教育コンサートをやらせていただきます。でいろんな中学校や高校のですね、まあ、人権コンサートであったり教育コンサートであったりで、今度はあの今回の山鹿は子どもさんではなくて、保護者の方々を対象としたコンサート講演会をやらせていただくんですが、そういう学校でやるときにあの必ずやる曲がありまして、これはあのかりゆし58というグループが歌ってて、終わり始まりという曲なんですが、これはあの、まあ、仏教っていうか仏様の難しい話を、まあ、しなくてもというか、まあ、あのするよりも、今私たちが生きている時間っていうのが当たり前のように毎日来て、当たり前のように過ぎてると思って、私たちはどうもこうその時間というものを受け止めがちですが、でそうじゃない。で特に中学校とか高校時代ですけども、今日のこの一瞬の時ってかけがえのない時間、本当に悔いのない一瞬を私は生きてるだろうかということへの問いかけですね。自分に都合のいいところで逃げたり、相手を傷つけても何か自分の正義ばかりを振りかざして、自分は正しいと思って相手を踏みつけていっても、その痛みに気づくことがない、そんなもしかすると命の時間を過ごして、相手の憎しみや悲しみはそのまま引き継いで次の瞬間を生きているんじゃないかということで、この歌を、まあ、いつも歌わせていただいてますので、まあ、ちょっとこれを歌った後バンドのみんなと一緒にですね、オリジナル曲なども言いながらまた少しお話もしてみたいなと思います。かりゆし58の終わり始まりという歌です。もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい、親友と語り合って
したことはないかい、親友と語り合ったかい、吠えるような恋をしたかい、一生忘れないような出来事に出会えたかい、かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい、始めたものや、もう二度と動かないもの、今ともり出した光や、静かに消えてゆく光、新しい朝が世界に降り始めてる、旅立ちの時はいつだって少し怖いけど、それも希望の形だってちゃんとわかってる、忘れてしまっていないかい、残された日々の短さ、過ぎゆく時の速さを、一生なんて一瞬さ、命を燃やしてるかい、かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい、もうすぐ今日が終わる、バンドのメンバーに入っていただいて一緒にやらせていただきたいと思います。先ほど紹介いただきましたが、ギターボーカル今日はですね、はっちゃん、はつやまさん、今日は一緒にやらせていただきます。それからキーボードのさとちゃん、鶴本さんですね、今日一緒にやらせていただきます。うちのバンドのプロのメンバーです。よろしくお願いします。そうですね、はい、それではバンドの準備をしている間に、実はいつもやってるメンバー5人、あとベースとリードギターがいるんですが、まあ、皆さん今日は仕事の関係でですね、ちょっと参加できないんですが、今日3人編成の構成でお送りさせていただきますが、この曲はオリジナル曲ですね。大きな木の下でという曲なんですが、これハモニカ出てたんですかね。出てないですよね。この曲はトキワの65周年のテレビ CM ソングで作らせていただいた曲で、おそらくもしかするとこうテレビでずっと流れてたので皆さんも耳にしたことのある曲ではないかなと思いますが、これは西鉄バスジャック事件というのがありました。その時に
まあ、いろいろこう思いもあって、その少年に向けての、まあ、メッセージというかその事件を受けて書かせていただいた、曲でもあります。それでは聴いてください、大きな木の下で。見えない何かに包まれ生きてるのに、そんなことも気づかずに刃を振り回してる。ねえ君は覚えてる？聞いていただきました。
それでは、はい、これがいいですか。今年もあの、まあ、昨年から引き続き、ね、あのチャリティーライブいろいろとやらせていただきました。あ、桜井桜井です、はい。まあ、その東日本大震災というのもありましたが、地元中津でもですね、耶馬渓、本耶馬渓、山国の方もですね、大変な被害がね、松山さんありましたね。ありましたね、うん、びっくりしましたね、やっぱりね、7月の雨はですね、身近にやっぱりこうした災害というのはどこでもやっぱりあるんだなというのをこう実感を出しました。いいですね、はい。まあ、先日あのコスモス祭りにも遊びに行って、それからカカシワールドっていうのが、やっぱりあれリアルですよね。いや、めちゃくちゃリアルです ね。人がいるのかと思います。いるからだと思いますよね、ちょっと声かけてしまったりしますじゃ本当に声かけそうになります、本当そうです、ね、何してるんですか、ね、なんかね、本当に、まあ、でもあれ作るのにまた皆さんが協力をしてカカシを作って、あの飾ってというか、そこにやっぱりこうあの地元の方々の思いっていうのも今回はすごくこう、あの道の駅の山国の、前のところではこう復興を、あの被災災害にあって復興している様子をですね、カカシであの再現してですね、家のこう修復とかやってるようなところをやったりしてですね、非常にこう思いが今年は伝わるあのカカシワールドだったかなと思いながら、見てまいりましたけども、で次の曲はあの桜桜というオリジナル曲で、これは京都の、あすみそうさんという女性の方が詩を書いてですね、で、はっちゃんが、曲を書いて黒で演奏させていただいてますが、はい、こう春の、まあ、また寒くなりますけども、またね来年春が巡ってきて、こう桜の花びらが散る風景を思い浮かべながら聴いていただければなと思います。それでは桜桜。I'm not afraid.
the sky I will raise you under the tree of blossoms Sakura, Sakura, Sakura いろんなところでやらせていただくんですが、今年は本当にいろんなプロの方とご一緒させていただいて、一番最初山本純子さんでしたね。そうですね。あれ何月でしたか、ね、3月か3月でしたね。でしたかね。3月でしたかね。でしたね。はい、山本純子さんのオープニング前座を務めさせていただいて、一緒にあの翼をくださいですね。そうです。ジョイントでやらせていただいて、いやーよかったね。楽しかったですね。楽しかったね。それからその後は、永井隆吾さん。はい、永井隆吾さんですね。うん、あのもう永井さん、永井隆吾さんは福岡ですけど豊津っていうところのご出身で、うん、まあ中津から近いんでですね、よく中津に遊びに来たらしいんですが、まあ、いろいろとあの付き合いをさせていただいて、で武前であったんですかね、で一緒にやらせていただきました。それからあと袋、あ袋、そうですね、あの中津にはあの、滝智晴というあのプロミュージシャンが、いまして、若かりし頃というか一緒の航空村、航空畑の方でやらせていただいてて、で、まあ、皆さんがご存知であればあの堀内孝雄さんとですね、南海汽船という曲がサントリービールかなんかのコマーシャルソングでしたですかね。サントリービールじゃなかったですか。サントリーじゃなかった。いやいや、サントリー、サントリーだったと思いますけど、ね、まあ、CM ソングで、ザ・と、あれザ・ベスト10でですね、出てましたね。出てまして、もうなんか地元の先輩がザ・ベスト10で黒柳さんと出てるっていうだけですね。ほんと嬉しかったですね。まああの時にビデオがあれば撮ってたんですけど、悲しいからビデオがないので、ないね、もう頭に焼き付けておりますけど、でその滝智晴さんが、まあ、今横浜の方でライブハウスを経営されてるんですが、まあ、その音楽活動もまた、地道にやられてて、で今度あの東日本大震災のチャリティーを中津北高の OB 会で、まあ、同窓生で、中津でやろうと。で去年はあの私の方でちょっといろいろと手はずをして、上田正樹さんと一緒にやらせていただいて、悲しいのやめろ、悲しいのやめろ。で今年はあの滝さんの本当に音楽を親しくやってるあのシグナルってあのいうグループの、ギタリストで、あの、名前なしだから、スミデさん、スミデさんが、あ、元シグナル、20歳の巡り合いっていうね、ヒット曲がありましたが、シグナル の、あのスミデさんと、それからアリスの金ちゃんですね、ドラマーですね、アリスの3人でフクロウというグループを作って、チャリティーコンサート中津文化財団でやりまして、その時にも一緒に、やらせていただいたのがとてもこういい勉強になりましたですね。よかった、よかったですね。で先日は松山千春さんの、バックギタリストであります丸山桃太郎さん、千春さんのツアーにずっと回ってて、ちょうど合間に、ツアーのステージの合間に中津別府に来ていただいて、で一緒にセッションまあ、いろんな、でそこで実は丸山さんはあの伊勢正三さんの、ね、ギターもずっと長くやってらっしゃって、で一緒に何かやろうよって別府の白道村というライブハウスで、この曲をじゃあ、あビリケンクラブだ、ビリケンクラブでこの曲を一緒にやらせていただきました。皆さんもよくご存知の曲ですので、よろしかったら口ずさんでいただきたいと思います。名残雪を聴いてください。
汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。大丈夫でしょうか。寒いですよね。余計この曲で寒くなったりそうですね。名残雪ですからね。なんかちょっと寒かったですね。ちょっと暖かい曲を。じゃあ南の方の曲をいきましょうか。赤い曲ですか。あ、そうですね。南の歌というかこれですね。はい。この歌は森山良子さんが作詞をされてですね。で、ビーンの皆さんが曲をつけたという。で、これはもう沖縄の方言ですね。なだそうそうっていう。涙がボロ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 、まあ、もうこぼれ落ちるというあの意味だそうです。あの、もう何ですかね。もう自分が泣くとかじゃなくて、もう本当に涙が溢れ出るという。そうした気持ち、思い、涙を、歌にしたそうです。まあ、お兄さんのことを
ですね、森前良子さんが思い出しながらの曲ですね。もしもこれもよろしかったらご一緒に歌っていただければなと思います。それでは灘先生、聴いてください。修験者の山がありますが、その山の地区
近くのですね、で生まれ育って、もう前を見ても後ろを見ても山と田んぼしかないところでございます。そんな、風景の中で小さい頃からずっと、おじいちゃんおばあちゃんに育ててもらってですね、思い出は本当に優しかったおじいちゃんおばあちゃん、特にいつもいつも僕が何か悪さをすると語ってくれたおばあちゃん、そのおばあちゃん、僕の親父長男です、なんですが一人息子で先に亡くなっちゃって若くしてですね52で亡くなったんですが、僕がちょうど今51でもうあと1年で親父が亡くなった年になります。そんな思いも含めてですね、のおばあちゃんが最後とにかく悲しくて、自分の記憶をなくしてしまいました。優しかったおばあちゃん、働き者だったおばあちゃんの歌を作りました。グランマ、という曲なんですが、グランマでグランマかというと、英語でグランドマザー、親しみを込めてグランマっておばあちゃんって呼びます。そんな僕はグランマと呼んでませんでしたけども、ちょっと照れくさかったのでグランマっていう曲にしました。では聴いてください。You.
ばあちゃんはあの雲手の山の向こうに沈む大きな大きな赤い赤い夕日に向かってずっとずっと手を振っていました。いつの間にか無邪気な頃に戻っていく後ろ姿すれば九州で一番大きい。あ、そうなんですか。です木造建築ですね。あ、そうですか。九州ごぼうと言いまして、本当にあの全国というか、まあ、九州各地から、この四日市の西別院にお参りに来られて、もう今は亡くなりましたけど会所というのが向こうにあってですね、みんなそこに1週間寝泊まりをしながらこの本堂の朝昼晩の、御法座にお参りを泊まりがけでですね。なるほど。まあ、昔は交通機関ありませんからもう歩いて、それこそ遠方からですね、旅をして、たどり着いて、でそこでみんなでこう寝泊まりをしながら、法話を聞いたというですね、本当にこう優秀ある今日は本当ありがたいやらせていただいて、すいません、はい、ありがたいですね、でまあ今日はせっかくですからちょっと皆さんも一緒に一曲歌って口ずさんでいただいてますけども、せっかくですから声を出して一曲歌いたいと思ってます。でこれはですね、永六輔さんが詩を書いて、で中村八大さんが曲を書いてます。でこれ、これ実は初めてこうみんなの前で一緒に歌ったのは私は阪神・淡路大震災の時にボランティアに2月に入って、その時に東灘区の方に入ったんですが、お寺を境内本堂を基地にして。同じ宗派のお寺のですね、ネットワークで、でその時にまあ、境地も2月寒いんですから境内でドラム缶に火を焚いてですね、暖を取る中でこう、そのお寺の住職さんがギターを持ち出して、1曲というか何曲か昔のさっき歌ったようなフォークソングなんかを歌ったんですが、その中でこの「上を向いて歩こう」を一緒に歌い出したら、みんなですね、手をつないで本当にこう涙を流しながら、でもすごくみんないい笑顔で歌ってたのを覚えてて、 でも詩を読んだらすごい、これ皆さん詩ご存知ですよね、とても悲しい詩です。涙がこぼれないように、一人ぼっち夜の道をですね、星を眺めながら、滲んだ星を眺めながら歩いてるって、
でどうしてそんなにこの詩がみんな力をもらうんだろうと思ったら、そこの住職さんから教えてくれました。それはねって、みんな同じ悲しみを抱えて、同じように一人涙をこらえながら奥歯をぐっと噛みしめて過ごした夜がみんなあるんだ。自分だけじゃなくて、自分一人じゃなくて、みんな同じ悩みを苦しみを抱えて涙を流した夜をみんな経験してるんだ。だからこの歌を聴くと、あ、みんなもそうなんだ、俺もそうだったって。でだから手をつないだ時にそのぬくもりで、その避難所の皆さんでしたけども頑張っていこうって思ってるんやって住職さんから言われて、すごく、あ、なるほどって思ったんです。あの絆っていう言葉がたくさん流れました、使われましたが、絆も確かに素晴らしいですけど、僕はやっぱりそれを聞くと、ご縁っていうことだなと、気が、自分が気がつかないうちにつながってる、そういうこうつながりっていうのがやっぱりあるんだなというのをこう思います。遠く離れててもできることは必ずあって、直接言葉をかけられなくても思いを届ける方法はいくらでもあって、これからもですね、また今日はチャリティーのコンサートですが、何か思いを形にするいろんな方法を私も、頑張ってやっていきたいなと思っています。では上を向いて歩こう、よろしかったら手拍子などを行きながら、寒いですからですね、行きましょう。もうちょっと上半身から温めて、歌詞は私ので先に言いますから、どうぞあの合わせて一緒にお歌いください。それでは上を向いて歩こう、ワン、ツー、スリー。よろしかったら手拍子などを、ありがとうございます。涙がこぼれないように、思い出す春の日、思い出す春の日、一人ぼっちの夜、一人ぼっちの夜。ありがとうございます。上を向いて歩こう、上を向いて歩こう、にじんだ星を数えて、星を数え、思い出す夏の日、思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、思い出す秋の日、思い出す秋、
ありがとう。せーの、夜。素晴らしいね。ラブヨーリタルコを聴いていただきました。本当ね。でも本当にいい歌ですね。そうですね。A さんの詩もあれですけど、中村八大さんのねメロディーも。ではアンビバを聴きましょう。はい。それではもう時間も下がってまいりましたので、また少しだけ。この曲は、中津にファビオラ看護学校という、まあ、中津の医師会が。運営してます看護学校がございます。昔の競馬場の近くですね、大阪の方なんですけども、でもうできてもうだいぶ経つんですが効果がなかったんですね。でひょんなことから私のところに依頼がありまして、看護学校の効果を黒田さん作ってくれんだろうかで言われて、これができたのが2005年でしたかね。2005年だったと思います、出来上がったのが。で、まあ、作るときに一応お断りしたんですよ、最初ですね。やっぱ看護学校の歌を寺の盆さんが作っていいのかって、なんか変な癒着があるんじゃないかと思われると非常に問題あるかなと思って。よく考えたらそうですよね。いやさっとお話いただいたときにですね、大丈夫なんですか、いいんですかって言って、まあ、お断りをこうちゃんと一回したんですが、だからまあ、黒田さんやっぱり命っていうテーマは同じだって、で命をテーマにぜひ作ってほしいと、まあ、言われて、でファビオラっていうのはローマに行く途中にファビオラ一族というのが方がいらっしゃ、一族がいらっしゃって、そのファビオラ一族というのはローマにたどり着く前にこう病気になったり、まあ、流行病とか怪我をしたりとか歩けなくなったり行けなくなった、そうした方々を領地に招き入れて介護をしたっていうですね、そうした一族の名前です。でファビオラのこう一族の名前を学校につけたということであって、その学校に行った時ですね、ちょうど吹き抜けの玄関から入ったところにちょうど日が差し込んでて、で風がファーッと通って、ちょうど外の木々が揺れて、それがその映し出されている日差しの中に、いいなと思って、その瞬間にこの詩と曲が出来上がった曲です。退校式とかね、いろいろ卒業式なんかで歌っていただいて、とても私も嬉しいです。命をテーマに作りました。ではファビオラの風を聴いてください。ファビオラの風の中、
始めることで君にまた会える、始めることで新しい自分にきっと巡り会える。もう一回行こうか。そうさ、始めることで何かが始まる、始めることで君にまた会える、始めることで新しい自分にきっと巡り会える。ほんと最後になりましたが、メンバー紹介をさせていただきます。ボーカルエンドギザーリーダーの黒さんでした。ありがとうございました。黒でした。それではピアノ佐藤ちゃんでございました。声をかけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回いっぱい。そうさ、始めることで何かが始まる、始めることで君にまた会える、始めることで素敵なみんなに一緒に最後やりましょう。はい、あの中津も、だんだんこう昔はですね、海苔があって、そして絹貝があって、海のね本当にこう土がいっぱいあったんですけど、ね、だんだんとねアサリも本当に取れなくなったりして、まあ、今ハモがですね有名ですけれども、なんかこう海がどんどん変わっていく、川が変わっていくというのはとても何かこう寂しい思いがあります。でこの最後、やっぱりこう私たちはこのふるさとで生きていますので、この町で、この町をやっぱり愛して、そして本当にこう大切にしていきたいと思います。では最後に、じゃあ皆さんもよくご存知でいきましょう。はい、それでは四万十宝っていう曲があります。それをさらそのお届けしましょう。もしよろしければ皆さんもご一緒に歌ってください。いきましょう。One, two, three, four. 島の空
祝いの夜も祭りの朝も